比叡山開放行者酒井さんが数々の荒行を達成した後、初めて山を降り旅に出る。行く先は1000キロ先の恐れ山。それは千数百年前、開放行のルーツを開いた慈覚大師円仁が巡礼した道だった。慈覚大師は比叡山の層に地球一周分7万キロも歩く開放行という荒行を伝え、その後仏法を広めようと東北巡礼をした。今同じ巡礼を目指す酒井さんに、私はビデオの取材を願い出た。私が酒井さんに出会ったのは中学生の頃だった。二度の開放行を満行した酒井さん、その生き方に強く惹かれ、ビデオの記録を懸命にお願いした。酒井さんは行が挫折したら自害するために短剣を持っていた。なぜ酒井さんは仏門に入ったのだろう。自分の嫁さんが死んだことでね、で、自殺して死んじゃったわけや。でそんなんでね、だらしがないとこへ来てやんたら嫁さん死んじゃったから余計だらしがなくなるわね。社会の落ちこぼれだ、僕なんかは。その当時はね。数々の厳しい荒行を続ける酒井さんを見て、生きることの重みと何が酒井さんをそうさせているのか強く考えさせられた。今17年も山にこもった酒井さんが初めて世間に姿を見せ、1000キロの旅をする。私はどこまでついて行けるだろうか。日光で私は声を失うほど驚いた。酒井さんは本当に切れる自害用の行者の剣で突然お火事を始めた。動くと切れます。ですから動かないようにお願いします。お火事は阿闍梨にのみ許された仏の心の橋渡し。酒井さんは強い決意を不動明王の剣で示したのだろうか。この巡礼は酒井さんの意思で、来るも拒まず、去るも拒まず、僧侶も含め誰でも出入り自由の珍しいものだった。阿闍梨様と一緒に歩いてどう？なんか結構もういい音しているかなのに早く走れてすごいなって。阿闍梨様と一緒に歩いてどうですか、感想？なんか阿闍梨さんの力でなんか歩けそうですね。普段なら歩けないのに、なんかそんな感じします。人々は酒井さんと同じ歩調で歩き、同じ息遣いと緊張を感じていた。大雨の中を阿闍梨が歩く。そして行列の中に昨日じっと見つめていた小学生の兄弟がいた。疲れた。足がブロブロ。やっぱり体力的にもう勝てないです。大人でも苦しい道のりをこの兄弟は半日頑張り、ついに目的地へ達した。福島県に入ると、地元の農家の人々が手作りの白い巡礼衣装を着て阿闍梨の後ろに従った。お年はいくらです？71歳です。マンデどうですか？お元気ですね。本当におかげさまで。どうですか、阿闍梨様と歩かれてて。なんても言わんでね、阿闍梨様は必ず早いからね、次のお寺まで一緒にと思うけど、なんだか分かんねえない。
あじゃり様には初めてお会いになる。初めて。そうです。はい。おいくつですか。83になった。83です。はい。どうですか、あじゃり様ご覧になって。いや、思わんでたから胸詰まったんだで、頭さんぎゃ。風のように過ぎ去る行列を名残惜しそうに見つめる人々。東北自動車道が轟音を上げる下を通り、ようやく福島市へたどり着いた。おばさん、お強いですね。そうかい。いやいや、どうも。あじゃり様のおかげです。いや、よく歩かれますよ。頑張ってんだ、俺も。せめて一分間でもあじゃり様のそばに行くと思って。頑張って。あじゃりはひたすら黙々と歩き続ける。やがて強い日差しが人々を容赦なく照らし、頑張っていたあのおばあさんもみるみる遅れ出した。このおばあさんはついに二度と行列に追いつくことはなかった。ありがたい説法をすることもなく、質素な行者姿でひたすら歩く酒井さん。地球2周分歩ってるお坊さん。本当。今の人たちは車でこう山を越えたりなんかその当たり前だと思ってるしね。ところがその歩いて実際に難儀を感じた時、ものすごくありがたみを感じるわな。青森県の地造りのずっと在から参りました。白石ですか、あそこの最後のところまでお供したいと思っております。お祈りをしながら懸命に頑張るおばあさん。ありがとうございます。おかげさまで。まだ大丈夫ですか。大丈夫ですか。おかげさまで30日間歩く準備しましたので。ついにおばあさんは休憩地までたどり着いた。よかったですね。ひとときの合間に酒井さんは壊れるままに筆を振るった。行く道は伊豆子の里のど饅頭。旅はどこで死んでもいい覚悟がいる。笑顔とは裏腹に厳しい言葉だった。さようなら。昔の人なんてやっぱりそんなつもりで旅に出たのと違うかな。あ、途中でもって死んじゃったらもうそこはもう自分の墓場だと思ってな。だから出かける時に水下がりにして出たんだと思うよね。人口100万の仙台市。この日突然たくさんのおまわりさんが待ち構えていてびっくりする。謎は分かった。おまわりさんもあじゃりのおかじを待ち焦がれていたのだ。自覚大師は仏教を広めながら学ぶ愚法の人生を続けた。歩みは地を這うごとく、志は海のごとく、
今、アジャリが懸命に歩いている。ほとんど着の身着のまま駆けつけた一人のお坊さんがいた。ほらなんてもらった本が阿闍梨誕生っていう本でね、まあすごいなと思ったらね。突然の大雨。しかし阿闍梨に一目会いたいと何日も食うや食わずで駆けつけたお坊様はとても晴れやかだった。実婚の寂聴さんの天台寺があると聞いて酒井さんは大きく遠回りをしてやってきた。よくいらっしゃいましたね。ありがとうございました。よくいらしてくださいました。おうぞ、つーさるがたたきあてんやさもて。阿闍梨さん、ご来てくださいまして、今とてもありがたいおかげをいただきました。本当にお幸せですね。ご縁ですね。昨日から、今日から、朝早くから、もうずっとお待ちしてた甲斐があったでしょ。次の日、寂聴さんは精一杯の感謝を込めて、足が動かなくなるまで阿闍梨の行列を追い続けた。気持ちでしょうか。ただもう地面見てね、一歩ずつ一歩ずつもう足を進めていく、それ以外ないよな。自覚大師から千数百年後、今一人の行者がついにその道をたどり着き、大師の待つ木造の間に入った。おお、思いやりとかね、それからそのいたわりの気持ちとか感謝の気持ちとかっていうのは、これから本当に重要視されるんじゃないかと思いますよ。